すいません。こちらこそごめんなさい。あの、常盤台中学ってどの辺にあるかご存知ですか？常盤台ないな。もしかして一般公開されていないのでは？本当ですか？じゃあ美琴のやつはどこにいるのよ？その美琴さんというのは妹さんか何かで？あらあら、どうやさん、またですか？本当にないよ。母さん、どうしよう。あら、あれはトーマさんじゃありませんわよ。やってやろうじゃない。後で泣き見るんじゃないわよ、あんた。あらあら、美琴ちゃんも元気ね。こんにちは、また会いましたね。ああ、そちらの方が教えてくれてな。美坂です。そうですか、どうもありがとうございました。まあね、そろそろご飯にしましょう。上条東馬くんでいいのかな？そうですけど、あの、美坂のお姉さんか何かで？ううん、私は美坂美鈴、美琴の母です。よろしくね。母？お母さんって確か先ほど大学がどうのと。ええ、もう一度学び直してるんです。いろいろ刺激的なんですよ。そんなことよりお昼にしましょう。ちょっと母親らしくお弁当持ってきたんだぞ。じゃじゃーん、今日のメニューはチーズフォンデュー。学園都市に危険物持ち込んでんじゃないわよ。だって小さなお弁当でちまちま食べても育ってほしいところに栄養が行き渡らないでしょ。ん？育つって何の話よ。さてね、何の話かしら。あらあら、またですか、トウヤさん。いや、あ、見て見て、ミコトちゃん、疑似五次元万華鏡ですって。へえ、面白い。そんなうさんくさいもんに手を出さない。もっと思い出に浸れるものにしなさいよ。このねっとりした視線は。その方はお姉様のご家族ですの。ん？何ですの、お姉様オーラの大インフレは。まとめてかかってこいですのよ。ちょっと黒子、あんた乙女地区ってそういう方向だったの？違うわよ。ほら黒子、早く現実に戻ってきなさいってば。目を覚ませ。このあら、あの子、うん、あの面どっかで見たような気が。なんなんだこいつ。美坂美鈴さんですよ。趣味は数論のお勉強、特技は水泳、おっぱいは91センチです。あ、いけねえ、私結婚してたんだった。ほら、パパに悪いから慣れ慣れしく触んじゃねえって。あ、無視すんなよ白いの。鈴さんはこれからそこでお勉強しなくてはいけないのです。知るかボケ、そこらのタクシーでも捕まえてろ。私は年下なら男の子でも女の子でもチューしちゃうんだぞ。あんた確か美坂さん。美鈴さんはもう何もいりませんが。いけね、ストレッチしてないし乳液も塗ってないじゃん。ちくしょ、努力を怠るとすぐ肌に返ってくる。あ、きそう。おっしゃー、年下の坊やゲット。こんな時間にブラブラしちゃって。ミコトちゃんはどうしたのよ。そうだ、電話番号とアドレス交換しよ。唐突。君の番号は友達のカテゴリーに登録しとくからね。どうなってんのよ。確かにアンチスキルに電話したはずなのに。アホか、あの女。美坂さん、逃げるんだ。美坂さん早く。
するとね、私はミコトちゃんを連れ戻しに来たの。でもまあ安心したよ。君たちみたいな子がミコトちゃんを守ってくれれば何の問題もないって話よ。君たち